えー、こんにちは西岡です、えー、高校数学、えー、どうですかはかとってますかあるいは楽しくやってらっしゃるかな、えー、ちょっとこう苦しくなってきたって方もいらっしゃるかもしれませんね。で、えー、今日はですねもういきなりなんですがこれです。えーまあ、我々のこう学びの仕方として後付けの説明では無意味、ねえー、これをちょっと強調したいと思います。 え問題があって、えー、回答解説を見てふむふむなるほど分かった気になるじゃあ問題出されるでも解けないこれの繰り返しにしっかりこうね、えー、そのこうな負の連鎖っていうのかな鎖を断ち切って後付けの説明ではないつまり問題を見てその場でこう回答の方針があちゃんと浮かぶようなそういう学びの仕方をしましょうという提案です。 後付けの説明ででは無意味です、えー、解説を見て講義を聞いて分かった気持ちでいるでは皆さんの能動的な学びではないですしまして試験会場に行って自信を持って問題と向き合うなんてことは夢のまた夢ってことになってしまいますね。で例えばですねまあこういう問題です。次の空欄に当てはまる数を答えなさい レ、まあ、レベベルルとしてはあの中学入試のレベルなんです8 9 7, 8 6 7 7 8 9 6 6 7 8 9 9 6 7 8ス3 2, 1 1 2 2 3 4 1 1 2 3 4 4 1 2 3です。で、えーまあ、なんていうのかなあ、まあ、あの中学を受験する段階ぐらいだと、えー、すごくこうトレーニング受けてるのでね 類代をいっぱいこう抱えてるもんですからあのパターンだとかって言ってそのパターン認識のレベルだけで解けちゃう人も、まあ、実際多い,の多いわけなんですけどうんで、まあ、考えてみたらそんなもの必要なくって普通に、まあ、電卓なくても、まあ、4桁ですからね、えー、しこしこ計算していけば一応答えは出るわけですよ。ただ面倒くさいですよね。 8六6 7発の7,196何かそろばんの上級者でもあったらまあもう計算機と同じぐらい早くできるのかもしれないけどまあそうでもなければこれをなんかいちいち筆算してやっていくって形が出てきちゃう。でねなここで皆さんにこう提言していきたいことって何なのかっていうと、まあ、どんな問題であってもですねその 追跡可能性っっってててやつを絶対に持っているってことなんです。ちょっと難しい概念なんだけどトレーサビリティって言います。つまり問題を見ていって、まあ、最終的に答えにたどり着くということができるようにでしかも、えー、そのショートカットできるルートがあるように問題っていうのは大抵作られるわけですいたずらにこう職の根性だけを試すような問題っていうなくはないんですけど、まあ、そんなに実は数は多くないえー、まあそのこう 追跡をを逆に難しくするる要因っていうのを5つ挙げてるわけです。普通に見ていってやれるまあ13プラス7とかねそういう,もう追跡が簡単できちゃうような問題以外のものっていうのはどういう,こう演出がされてるかっていうと僕は5つあると思ってるんですね。その追跡を難しくしていく5つの要素っていうのは「陽動」「還元」「省略」「過剰」「そして待遇」です。例えば、 まあその陽道なんですけどもまあ英語だとこうフェイントとかねミスディレクションとかミスリードとかいろんなこう言い方があるわけですけどこうするんですねまあ要するにまああの実際にその君たちがえテレビゲームでも何かやっていく時にそのまあ戦略ものかなんかやればこっち側の方に舞台ちょっとやっといてみんなわーっとこうくっついていくからえ今度本体がこちら側から入っていくみたいなやり方ですね。ここれこそローマ帝国の時代から もう本当にこう、えー、戦いの基本的なやり方なんですけどもちょっとこ,うこちら側で釣っといてみんながそこにつられていって隙間ができたところが実は本堂ですよみたいなそういうやり方っていうのはあるわけです。まあ、さっきの問題なんていうのもこう典型的な陽道の話で、まあ、やってることは単純なんですよね。4つ足して4つ足したものを割るって言ってるだけでしかもこれ4桁の数だから、まあ、つられてこれまともに計算してるようじゃ えー、まあこいつを、まあ、ミスリードしてしまうということになるわけですよ。でまあちょっと落ち着いて考えてみるとね1,000の桁だけ見れば8 7 6 9なんですよで割る方も3214と1から4枚の4つなんです。100の桁も9876というふうに67894つの数字。 全部一つ,つ出てるわけですねで、えー、こちらの方も割る方も100の桁はそう4334321、えー、です、えー。やっぱり1から4枚の10個が出てるわけです。そうなんですよ。これをそのまま単純に足し合わせるわけじゃなくって1回ばらしといてそいつをこうくっつけると実は簡単になってくるわけです。えー、デカルトっていう、まあ、天才。 ね、がいましたけど、まあえー、すごいいろんなこと言ってるんですがたルるとこういうこと言ってるんです。困難は分割制困難難はは分分割制、うん、まあこいつは困難だと普通に思ってほしいんですね。めんどくさいな。めんどくさいからじゃあどうするかっていうと分けてみようよ。でこういうこう、法略ね。というのをしっかり身につけるということなんです。ただ単純に集めろと言われたから集めるんじゃなくて集めると言われたから分けてみる。 といったようなアイディアの出し方が重要だろうということなんですね。えー、まあそうすると例えばまあこの問題に関して言うと、A を B で割ってるわけですけど、その A の方っていうのは、千、えー、の桁が八と七と六と九ね、これが百の桁も 10の桁もそして1の桁も全部8769の和になってますから A の正体っていうのはすすすかけるなんですで。B の方の正体もわかりますよね割られる方のこちら側の数字です。32144321 4, 4, 全部1から4までの4つの数字が出ているわけで。 なんですよだからこの問題の本質は何だったかっていうと実はこの1111っていうのがダミーファクターでダミーの要素で割った時にどの道消えるんですねこれ。だからもうこの先恥ずかしいので計算しませんが要するに 8+7+6+9 を 1+2+3+410 で割ったものというのが求める答えになる、まあ、こういうことなんですよ。で ここなんですねだから説明を受ければなんだすごい簡単じゃないかということになるんだけどで皆さんはでもこれではまずいわけです後付けの説明ではまずいわけだから無意味だから見た瞬間に、まあ、瞬間までいかなくてもいいけどちょっと見てめんどくさいと思った時にじゃあどういうふうなトレースができるのか追跡ができるのかということを しっかり学んでいかなきゃいけないと思うんですね。で、そのトレーニングをこの講座で皆さんとやりたいと思ってるんです。まあ他に例えばこういう問題もありますよね。五十六分の一プラス七十分の一プラス九十分の一プラス百十分の一プラス百三十二分の一を求めるんです。どうですか。これ通分すれば確かに答え出るんです。計算と手順だけでも一応答えは出るんだけども、めちゃくちゃめんどくさいですよね。出していくプロセスもめんどくさいし。 で最後にまた約分して答えを出すときに約数が何かなということを騒ぐのも大変でどうやるかというとめんどくさいな困難だなと思うからデカルトの言葉を思い出してみて分割できないかなって考えるわけです。56っていうのはそう7かける8です。72は8かける9、99かける10、110は10かける11、132は11かける12なんですね。 ということはこれ書き直してみると56が7る8分の1なんです。そうするとこれ分割できてこれ7分の1引く8分の1のことになるわけです。それから72分の1っていうのはこれ8る9分の1ですね。これも分の引く。 9分の1というふうに分割することができるわけです。で、90分の1は9かける10分の1ですから9分の1引く10分の1です。お分かりですね。だからこちら側の56分の1、72分の1、90分の1を足していくのはめんどくさいけれどもこいつを分けて作っていった7分の1、8分の1、8分の1、9分の1、9分の1、10分の1を足していけばこの 途中の項っていうのが全部消えていきますから一番最初の7分の1と最後の 11×12 分の1の中出てくるマイナス1 2分の1ここだけが残って途中の項がすべてキャンセルされる形となるわけです。だから答えは7分の1と12分の1を引いたものというのが空欄に入ってくるということになるわけです。こういうふういいふに分割していって、っ 集めるような感型っていうのを還元的とか解析的な着手法っていうふうに言うんですけれども、えー、そういったこうものを皆さんとしっかり学んでいきたいというふうに思っています、えー。講座始まるとすぐにその判断枠組みって話が出てきますけれども。 ぜひこう期待してねえご覧になってみてくださいえー判断枠組みつまり後付けの説明ではないつまり問題を見て何をこう能動的にそこにかけていったらいいのかその本当のトレーサビリティですね。追跡をきちっとできるようなやり方省略を補完したり。 言い換えたものは何かということをきちっと理解したり過剰であるものは削っていき待遇のもとは元の純明台に戻していくようなそういうものの見方ですねこれをやれば取材している側と皆さんっていうのはうまく会話ができてあこういうルートを取って追加にたどり着いてほしいんだなということが分かっていただけると思うんです。まあ繰り返し言いますけどもそのあ付けの説明とならないための学びっていうのを皆さんと一緒にやっていきたい。 と思っています。